キサンダーの声、一体どうしたの？あなたはいつどこで生まれたの？やっぱり生まれは私と同じなのね。ああ、思い出したわ。そういえば、あの時から大きい体だったものね。覚えてない？あなた王位継承権が欲しくて挑んできたじゃない。私は母に鎖の封印を巻かれたまま何百倍も大きいあなたをひっくり返したけど、そのせいで宮殿の一部が壊れちゃって後片付けが面倒だったのよね。そんなに驚かないで。それにここは私の中の世界なのよ。ああ、なるほど。ランやレーンみたいに私の力を色濃く引き継いでいる大昔の召喚師に反応したのね。グリモワル初代召喚師ファーナの血筋、すごいわね。この世界にあなたみたいな子多いみたいだし。エデン・オブ・バラムでしょ、リュート・ザ・ラグナロックにミッドガルズ・オルム、そしてあなた。他にも何の用かだって？実はあなたに用はないの。あなたの中に隠れている。そこ出てきなさい。なるほど、そっちの侵略は着々ってわけ。まあいいわ、向こうでも目覚める者がいるはずよ。とりあえずこっちの世界は。なに？じゃあとよろしくね。よろしくって何？エナクロ？何？どうして？いつこっちに？ちょっとこいつら？この世界では一番ランクが上のマシンみたい。みたいって何？この世界の救世主はもうあなたたちなんだから頑張りなさいよね。だから何？ちょっと！マジでちょっと俺ら準備とかもしてなくね？エナクロー！せめて説明しなさい！いくよ！
今よ。Thank you.
俺を呼んだな。あとは任せろ。触れる？アレキサンダーの声、一体どうしたの？マジで、ちょっと俺ら準備とかもしてなくね？え、エナクロー！エナクロー！今だ！今よ！
俺を呼んだな。あとは任せろ。
俺を呼んだな。あとは任せろ。たちのせいじゃないって。アレキサンダーが眠りから覚めて騒いでたから見に来たんだけど。お礼を言ってるみたい。さっきのやつのせいでずっと体の中が苦しかったって、そんな感じかな。よくわからないけど、じゃあ私からもお礼を言っとくわ。アレキサンダーを守ってくれてありがとね。